皆さんこんにちは。ひろみちお兄さんの愛称で知られるタレントの佐藤ひろみちさんが体調不良のため活動を一時休止し療養に専念することを所属する太田プロダクションが13日公式ホームページで発表しました。また佐藤ひろみちさん自身もコメントを寄せており、コメントで症状について脊髄梗塞と明かしました。今回は佐藤ひろみちさんについて紹介していきます。佐藤ひろみちさんは1968年7月14日生まれ、東京都出身 A 型。1993年4月より NHK E テレ「お母さんと一緒」の第10代目体操のお兄さんを12年間務め、ひろみちお兄さんの愛称で知られていました。2005年4月より NHK 遊び大好きを3年間務め、計15年間教育番組にレギュラー出演。2007年にはベストファザー賞を受賞。また2002年 SRC カンパニーを設立し、子どもと指導者のためのスポーツクラブを立ち上げ、幼稚園、保育園、子ども園の聖火体育及び課外体操教室で指導。全国で親子体操教室、指導者研修会、講演会など教育活動に幅広く活動していました。そんな佐藤ひろみちさんはコメントで、ファンの皆様、ご関係者の皆様、日頃は支えていただき誠にありがとうございますと書き出し、6月2日研修会指導に向かう機内で体調を崩し、下半身麻痺となり歩けなくなってしまいましたと報告。続けて病名は脊髄梗塞ですと伝えました。さらに今は緊急入院とし、投薬取りハビリの日々と過ごしています。この数日間 SNS を一度も上げず、ファンの皆様、ご関係者の皆様には大変ご心配をおかけいたしましたと現在の状況を報告。今後は長い闘病生活になりますが、リハビリに肩を入れて復帰に向けて頑張りたいと思いますと前向きな心境を綴りました。また脊髄梗塞について、脊髄梗塞は残念ながら有効的な治療法がないことは知っていますとし、今は全く歩けません、リハビリでどこまで回復するか分かりませんが、現実と向き合い、今できることを一生懸命に行い、また皆様にお会いできる日を楽しみにしておりますとコメント。今後とも応援のほどよろしくお願いいたしますと締めくくりました。なお所属事務所は発表で、今後につきましては回復を最優先とし、医師の判断を仰ぎ決めていく所存でございますと説明。この度はファンの皆様、各関係各位にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げますと伝えました。そんなお母さんと一緒で活躍していた佐藤ひろみちさん、番組出演中は車の運転をしてはいけない、海外旅行、激しいスポーツをしてはいけない、恋愛をしてはいけないという禁止事項、いわゆる三禁があったといいます。このかなり厳しい規則について、もし僕が怪我をしても体操のお兄さんに代わりはいないという理由があるからなんです。番組に穴を開けるわけにはいきませんので、日常生活から自分を律してくださいということですと語り、続けて、今だから言っちゃいますけど、車が好きなので運転もよくしていました、スキーにも毎年行っていました、わらとも明かしていました。また恋愛禁止については、子供たちに夢を与える仕事ですから、女性とのことを週刊誌に取られて子供たちに大人の世界を見せるのは良くないと言われていました。これも守らず大学の同級生と付き合っていました。実は妻がその同級生ですとも明かしていました。そして奥さんも日体大卒だそうで、奥さんだけでなく2人の息子も日体大だそうです。さらに恋愛禁止も守らなかったのに、結婚式を挙げたのは体操のお兄さんになって2年目だったそうで、多忙な中コンサートの翌日にたまたま空いていたため、よしこの日に結婚式を挙げようとなったといいます。また奥さんも NHK に出演していたそうで、テレビ体操などをやっていたといいます。 NHK に関しては佐藤ひろみちさんの先輩で NHK の体操夫婦だそうです。そんな佐藤ひろみちさんは若い頃に怪我により体操選手の道を
断念しようと考えたことがあったといいます。佐藤博道さんが幼少期に憧れを抱いた存在は1976年に開催されたモントリオールオリンピックにて3つの金メダルを含む10個のメダルを獲得した男子体操日本代表であり、体操選手を目指すきっかけにもなりました。その後体操クラブに入った佐藤博道さんでしたが、本人的には学校の体育の延長くらいのノリだったそうで、本格的に体操を開始したのは日本体育大学エパラ高校に進学後だったそうです。日本体育大学エパラ高校時代の佐藤博道さんは高校1年時にドクターストップがかかるほどの大怪我も経験しています。練習中に頭から落ちて頸椎、首の骨がずれ、今でもワイヤーで止めているそうで、その怪我の影響でもう2回宙返りとかは怖くてできなくなってしまったんだそうです。この時は医師の制止を振り切って体操を続け、つり輪で都大会6位の実績を残すこととなった佐藤博道さんですが、怪我のせいで高難易度の技にはチャレンジできない現状に限界も感じ、高校限りで体操選手を引退することになりました。高校時代に大きな挫折を味わうこととなった佐藤博道さんですが、気持ちを切り替えて体育教師を目指すことを決意し、日本体育大学体育学部に進学しています。大学進学後の佐藤博道さんは体操部に所属して都市体操にチャレンジしていた一方で、スキーやサーフィンに打ち込み年中日焼けをしているような遊び人でもあったようです。その後お母さんと一緒のオーディションに参加した佐藤博道さん、そのオーディションには驚きの秘話があり、軽い気持ちでオーディションを受けることとなった佐藤博道さんでしたが、何の下準備もしていなかったせいもあり、課題をうまくこなすことはできませんでした。実際目の前に子供がいるように歌を歌ってくださいと言われても、自分にはそんな経験がなかったので音は外すし、うまく演技もできませんと言ったそうです。とはいえ他のオーディション参加者が俳優の卵や劇団員ばかりだった中で、唯一の体操経験者だったことが功を奏した佐藤博道さんは、体操のお兄さんに採用されるといったサプライズが待っていました。オーディションに受かるとは思っていなかった佐藤博道さんは、一緒に店を切り盛りしていた母親に今後の身の振り方を相談したそうですが、こんなチャンスはまずないんだからとりあえずやってみればと、かえって背中を押されてしまったそうです。倍率が数百倍とも噂される難関だったオーディションを突破した佐藤博道さんですが、お母さんと一緒の初収録日に闘病中だった父親が癌で他界してしまうといった悲劇も経験しています。覚悟していたこととはいえ、肉親の死に対して多大なショックを受けた佐藤博道さんは、記念すべき初収録日のことは何も覚えていないレベルのパニック状況になってしまったといいます。そして博道お兄さんとして活躍していた佐藤博道さんの年収は、タレント転身によって最高年収は3億円という噂があります。人気児童向け番組お母さんと一緒ですが、出演者たちの待遇の悪さや禁止事項の多さで有名で、佐藤博道さんの場合も体操のお兄さん時代は1年契約の契約社員の身の上だったらしく、毎日ほぼ休みなしの状態だったのにもかかわらず、年収の方は同世代のサラリーマンよりちょっと上くらいの待遇だったといいます。そして2005年4月にお母さんと一緒を卒業した後はタレントに転身しており、12年間体操のお兄さんを務め上げたことで得た知名度により CM 関連の仕事が次々に入ってくるようになり、年収が3億円を超えていた時期もあったようです。また優しげなイケメンである佐藤博道さんですが、モラハラ疑惑も存在します。佐藤博道さんはもともと潔癖症の気があり、自宅の洗面所に専用のハンドタオルを20枚常備しているそうですが、家事に対しても要求が厳しいタイプだそうで、料理中の久美子さんに口を出して自ら手本を見せ始めることもあるとか、その他久美子さんが畳んだ洗濯物の畳み方が汚いからと自ら洗濯物を畳み直したり、テレビを見ている最中にも汚れや埃を見つけると掃除をし始めたりと、佐藤博道さんの細かすぎる性格は止まるところを知らないようで、
家事にやたらうるさい気質になってしまった佐藤博道さんでしたが、不満があっても久美子さんを怒鳴ったりすることもなく、あくまで自分で家事を代行するだけなので、モラハラとは言えないのではといった意見も多い状況となります。また佐藤博道さんには交通事故を起こして警察に逮捕されたとの噂も存在します。とはいえ、実際の佐藤博道さんは逮捕歴もなければ交通事故歴なども存在せず、不祥事には全く無縁の存在となります。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。